合わせられるなんて。ったくじゃれてばかりのくせにこういう時だけ息が合うんだよな。こちらでもバックアップと報酬の準備を進めておくわ。よろしくお願いね、使徒の浦田池津屋さん。了解だ。とっとと本題に入るためにもな。バンさん、アーロンさんも改めてお久しぶりですなんだかちょっと懐かしい感じですね。二月そこら離れてたくらいでしゃらくせえやりとりはいらねえだろ。だがまあ少し見ねえうちにまた老けたみてえだな、おっさん。老けてねえっつの。タグ、このガキは相変わらずだな。そうなのよね、年末年始も目を離せば遊び歩いてばかりで、ちょっとはフェリーを見習ってほしいわ。ああ、新年祭の巫女役ってのを立派に務め上げたんだってなはい、クルガに代々伝わる炎の歌と舞を受け継ぐ役目です。久しぶりの代替わりということで思った以上に時間がかかってしまって、本当は首都やメッセルダムの件もお手伝いしたかったんですけど。まあそこは気にすんな。一応なんとか乗り切れたしなしかし感動されてたくせにそんな大層な役目に選ばれるとはな。今だから言えますけど、私も正直びっくりでした。昔からいつかお兄ちゃんが引き継ぐと思っていたので。巫女にして巫女、男が継ぐ場合もあるらしいが、まあ俺からしたらチビでガキなのは変わらねえから安心しろや。そういうアーロンさんはもう少し大人の自覚を持ってください。んだこら、やりますか？わかったわかったからじゃれるな。騒がしいってろ、二日酔いに響くだろうが。もうジャックもいい加減シャキッとしなさいよ。だから酒場での情報収集なんて行かせたくなかったのよね。うるせえな、聞き込みの定番だ。きっちり掴んできたんだからいいだろう。そんじゃま始めるとするかよ。俺とチビにとっちゃ久しぶりの 4SPG よな。ここが2番街ですか。一番街とはだいぶ雰囲気が違うんですね。そういや前回の出張では来なかったな。ルー家のお膝元である一番街に対して、ここは東方神街における旧市街。下積み時代に滞在してた頃は 2,3 回ほど立ち寄ったっけな。しかし久しぶりの 4SPG ね。ああ、なんだその生温かい目は。出かける前にアシェンさんから聞きましたよ。毎年新節前後で起きる町のいざこざをお友達と対応していたそうですけど、今年は噂を流して掲示板で困りごとを集めて状況を俯瞰しながら動いていたって。それって裏解決屋としてのやり方ですよね。別にそんなんじゃねえ。効率いい方法を取っただけだっつの。意外と可愛いところあるよな。コートのキリンジ。うぜんだよ。ってアシェンのやつ余計なことを。ま、それはさておきだ。ジャックの情報が確かなら潜伏先はここで間違いなさそうだな。ああ、ライケの残党らしき連中が2番街に出入りしてるっつう話だ。加えて過激場でアシェンの動きを見張ってやがったデバガネ野郎。それらしいやつがこっち方面に来たのもシドたちの情報網にも引っかかってな。あとはそのシャードサーチっていうのがありゃアジトを割り出せんだろ。アルマータの遺産、いや第8のゲネシスの外郭だったか。そいつを探す肩ならしだ。とっとと裏切り者どもを締めちまうぞ。バンにフェリーダもせいぜい油断すんなよ。ったく、どの口が言ってんだ。早速行動開始ですね。侵入者はまだ片付かんのか。こんな日中に仕掛けてくるとは。てめえらだな、残党どもの中枢メンバーは。動かないでください。貴様はアーロンウェイ。義援路子飼いのルーケが直接来るなら気づかぬはずが。誰が子飼いだ、誰が。ルーケでもね、俺は俺として幼なじみからの頼まれ事を片付けに来ただけだ。今なら好きな方を選ばせてやるぜ。このままおとなしく投降するか、ボコられてから引き渡されるかをな。やれやれ、悪役みてえな決め台詞を吐いてんじゃねえよ。仲間を裏切った人間相手に容赦は不要だと思いますけど。ま、筋が通ってねえのは確かだな。オラシオンでのデスゲームを制した。どうして貴様たちまで。これまでか。構えろ。こいつらがいたか。長老家に仕える教主ども。ヘイユエでも指折りの精鋭ですか。形勢逆転だな。いくら貴様らでも彼らにはかなうまい。ことでは失態を演じたが、もはやなりふりは構わぬ。来家復権のため消えるがいい。今さら復権とかどう考えても不可能だろうが。それになめんじゃねえ。裏切り者どもの拳なんざ届くかよ。ルーケの教師ほどの圧はありません。何としても乗り越えるだけです。それでこそ皆様かと。何者だ？お前さんはリゼットさん。おいおい、こっちに来てたのかよ。連絡が遅れてしまい申し訳ございません。マルドゥック社のとある出張業務に特別に同行させていただきまして、リゼット・トワイニング、今これよりアークライド解決事務所に復帰させていただきます。いいだろう、再契約受けたまわったぜ。頼もしいです、リゼットさん。業務とやらはさておき、こうなれ勝ち確だな。一人増えたところで何が変わる。滅するがいい、裏解決や。てめえらがな。行くぜ。おのれ。やりました。ざっとこんなもんだろう。助かったぜ、リゼット。バーン様たちならば無用な加勢かと存じましたが、アーロン様、締めはお任せします。タグ、当然のように状況を把握してんじゃねえっつの。反乱はこれで幕引きだ。観念して現実を受け入れろや。ここにいたのか。ってアシェンお嬢さんは一緒じゃねえのか。おお、シドたちか。何慌ててんだよ。何かあったのか。それがとにかく来てくれ、アロン。ついさっきファンターレンが。信じられないニュースが飛び込んでまいりました。今捜査官と共に顔を出した模様です。クーロン銀行の副頭取、ファン・ルーシュです。この度の脱税疑惑で行われていた家宅捜索が終了、連行される模様です。ファンおじさん、てめえら何を考えてやがる。一体どういう了見で。アーロン、すまない、心配をかける。留守の間よろしく頼む。アシェンさんのお父さんが脱税疑惑ですか。ありえねえな、あらゆる意味で。ルーケ始まって以来の事態だろう。義援じいさん。逃れようのない証拠が上がった。取り調べも時間がかかろうな。証拠って、おいボケてんじゃねえぞじいさん。おじさん、ファンのおっさんが、ファンターレンがパクられるなんだ。分かっておる。だがもはやことは動き出したようだ。なすべきことをなすがいい、アーロン。アーシェンにもそう伝えよ。はあ？何言って。おいじいさん、こんな時にたちの悪い冗談をかましてんじゃねえよ。なあキエンじいさん。両方院に運ぶぞ。至急連絡を。搬送された義援老のお体からとある遅効性の毒物が検出されました。依然処置は続けられていますが、予断を許さない状況でしょう。いえいえ。クソが。バンさん、昨日に引き続いて裏解決屋に協力を依頼できるかしら。もちろん相応の追加報酬は用意させてもらうわ。臨時ではあるけど当主代行として探し物のさらなるバックアップも含めてね。いいだろう。裏社会については裏解決屋も他人事じゃねえ。ルーケを出し抜いた何者かを放置したままコートで動くってのも違うだろうしな。ええ、各地の不穏な動きも考えれば必要な危機管理でもあるでしょう。何としても解決しましょう。アーロンさんとアシェンさんのためにも。てめえら改めて契約成立ですね。 4SPG についてはすでに手配してあります。いくつか張り出され始めているようなので、どうぞそちらもご活用なさってください。今朝、いや、もしかして昨日の時点でか。たく、あんたは相変わらず抜け目ねえな。不在の隙をつかれた失点、私も取り戻すのに必死ということです。どうかお気をつけて、成果のほど期待させていただきますよ。さてと、先生を抜きにすればこれで馴染みの顔ぶれが全員集合ってとこか。仮想空間ってのは微妙に味気ねえが、これはこれでありか。はい、アニエスさん、それに皆さんも。そんな長い間離れていたわけじゃないのに顔を見られてとっても嬉しいです。フェリちゃん、皆さんもお元気そうで安心しました。アニエス様の方こそ、首都でも大変な状況の中奮闘されているとか、並行して学芸祭の準備に事務作業まで本当にお疲れ様です。いい機会ですから、リゼットさんのマニュアルを参考に勉強させていただいています。スウィン君とナーディアちゃんもいろいろと手伝ってくれていますし。そういえばアーロンさんたちと顔を合わせるのは初めてなんだっけ。裏解決や代行のお二人ですね。お噂はかねがね。お会いできて嬉しいです。ああ、よろしく頼む。あらまあ、裏解決屋はんたちやないの。こないなところで再会するなんてね。え、あなたは。って待てや、その声どっかで。一体ここで何をしてやがる。結社の執行者ナンバー3、黄金町。いややわ、ルクレツヤか、なんならレティ呼びでもかまへんよ。見喰らう蛇の結社最強の一角と目されている。そんなに怖い顔せんと、知らん中でもないんやし、ちょうど暇してたところなんよ。よかったらお茶につきおうていかへん？機体の運び込みは完了。演習開始は帝国通りの予定です。結構。正式配備後初の本格的な実戦演習。いいデータに期待している。我々もご期待に添えられるよう努めます。お兄ちゃん。ミラベル、お疲れ様です。海軍関係者にあのメガネは。フェリーダ、こちらに来ているのは聞いていた。バン、君たちとは久しぶりだ。ああ、去年の異変以来になるか。あんたの方は妹と同じく里帰りしてたって聞いてるが。はい、毎年新年祭の時期には帰ってきてくれてるんです。まさかすぐにこんな形で会えるなんて。そうだな。これも炎とアルーシャの巡り合わせか。そっちの SC の姉さんは直接会うのは久々になるな。定常の件で世話になっとるし、あんまり久々って気はせえへんけどな。ま、リゼットも無事に合流できたみたいで何よりや。解決事務所復帰の段取り手伝ってくれて助かりました。水臭いこと言うんやないで。いつも通りコーヒー一杯でええわ。いやー、しかし話に聞いてたアーロン君に主任殿の妹さんにも会えるとはな。いつもリゼットが世話になっとるな。今後ともよろしく頼むで。こちらこそです。メイドのダチって聞いてたが、全然タイプが違うみてえだな。よく言われます。裏解決屋の面々、次はコートに出張か。メッセルダム方面の話は聞いている。カトルと興味深い状況に出くわしたのもな。やれやれ、随分と耳の早い子って。せっかくだ、少し場所を変えて話を聞かせてもらおうか。お兄ちゃん、演習の方頑張ってね。私も頑張るから、バンさんたちと一緒に。そうか。新年祭での巫女役で得たもの、示してみせるがいい。安定の親父臭さだな。やっぱ本当はアラフォーなんじゃねえ。うるせえな。いい加減いじんじゃねえっつの。てめえもあと 4,5 年もすりゃ嫌でも老けてくるんだからな。俺は50過ぎても女型張るつもり満々だからな。なんなら論来の時みてえにまた煽ってやってもいいんだぜ。ってな。やめろっつう。たく、このガキは。ま、たまには足を伸ばして入る風呂もいいもんだ。お前も少しはほぐれてきたみたいだしな。家族を、てめえの居場所を傷つけられて、お前が怒らねえわけがねえからな。前の時みたいに一人で突っ走ったりしねえ分、少しは大人になったってところか。うぜえな。勝手に見抜いた気になってんじゃねえ。てめえ一人でできることなんざたかが知れてる。前の時に散々思い知ったからな。だったらあんたやフェリたちの手もいくらでも借りてやるだけだ。自分の中の暗い穴に抗い続けて、奴とは違うことを証明し続けるためにも、てめえだってその覚悟はとっくにできてんだろ。あと 4,5 年もってのが当然みてえに言えるようになったみてえだしな。ほう、ったくこのガキは。ま、ある意味似たような境遇同士、お互いしっかりしていかねえとな。だからうぜえよ。よく考えたらリゼットさんと二人きりでお風呂って珍しいですよね。確かに首都では何度かご一緒していますが、以前論来でご一緒した時よりも少し背が伸びられたようですね。そうでしょうか。自分では分かりませんけど。まだ13、いえ、もうすぐ14歳ですか。私には眩しいばかりです。生身だったとしても成人を過ぎると成長著しくとはいきませんから。そういうものですか。それまでに私自身ちゃんと答えを出せるのかな。フェリ様？いえいえ、何でもないんです。それよりリゼットさん、ぜひ教えていただけないでしょうか。アニエスさんやリゼットさんのようになるためにはどんな努力をすれば、うん、これも思春期でしょうか。さあ、長湯はほどほどにしてそろそろサウナとしゃれ込むか。せっかくの機会だ。いつかのリベンジをさせてもらうぜ。我慢勝負はもういいっつうの。言っただろ、サウナは神聖なセッションで。あれ、もう上がっちゃうのかい。なんで嫌がる。せっかくだからご一緒させてもらおうかと思ったんだけど。あれ、なんでそんなに驚いてるんだい。いやー、まさかこっちだと混浴が一般的じゃなかったなんて。でもまあバンたちしかいなかったから別にいいよね。もうバレたってこと？ま、別にいいか。依頼にも興味はないけど、イクスが乗り気ならやるだけやはりたどり着いたか。お兄ちゃん、まさか先客がいたとはな。MK も嗅ぎつけたか。ああ、こちらも今来たばかりだが、メイン AI によってレッドゾーンエリアの中でも特に警戒を必要とする場所、フェイタルスポットとしてこの海食堂が導き出されたからな。ここから先は俺も同行させてもらう。はあ、それって MK 社の行う聞き査定ミッション、警備主任直々に私たちと協力してですか？いやー、急やるけど堪忍したってや。正直警備主任なら単独でも対処できる案件やと思うけど、ソンダイク GM に状況を伝えたら裏解決屋に協力するよう言われてな。あの小悪キツネが。それだけの状況ということですね。そういうこっちゃ、詳しくは知らんけどな。それじゃあカシム警備主任、早速始めるとしようか。サポート担当はミラベル・アールトン、現地協力者も含めてバックアップさせてもらうで。了解した、アルトン SC。 これより危機査定任務を開始する。たく、いきなりすぎるが、戦力としちゃ願ったりかなったりか。短い間だろうがよろしく頼むぜ、カシム教官。社名である以上是非もない。バン、それにフェリーダも改めて成長を見せてみるがいい。うん。やめておけ。その者たちだけならともかく、カムシンは貴様らではどうにもならん。すみませんガウラン殿。我らはあなたに従うのみ。あの人は二番街の道場に現れた。そういうことか。戦国もまみえた。元来家暗部が筆頭ガウラ、お前たちをほふる者の名だ。面白い。簡単に狩られるつもりはありません。噂の筆頭剣士、やはり尋常ではありませんね。ここで姿を現したってことは、あの反乱に乗らなかったのもフェイク。あんたが裏で糸を引いていたってわけか。好きに解釈しろ。俺はただ目の前の敵を食らうのみ。荒々しい息吹。がっつきすぎだろ。フェイタルスポットたるゆえ、構成員だけでは足りないと思っていたが、滅多に表に出ないという月下最強の武闘家、脅威度査定にはいい機会か。俺の器を測るか。面白いならばせいぜい満足させてみろ。行くぞお前ら。じいさんたちの落とし前、今こそつけさせてもらうぜ。どうだ、このまま押し切って。麒麟時に裏解決や、この程度か。だがやはり貴様だけは別格だな、カムシン。俺の活絵を、渇きをこのまま満たしてもらおうか。戦闘狂、いやそれだけではないな。だがあいにくこちらは任務だ。個人的な事情に付き合う義理はない。甘い。てめえ、イカラガの。はい、そういうことか。言っただろう、バイトをしてるってね。敵対関係になるとは思わなかったけど、いざという時まで助田チンのよう、ちょうどいいタイミングだったかな。いい腕をしているみたいだけど、彼ら相手に正面からの勝負にこだわりすぎたね。ああ、少々高ぶりすぎたらしい。それにしても面白くなってきた。俺たちにも興味が湧いたか。少なくとも最後の連携は悪くなかった。果たしてまぐれか本物か、改めて試すとしよう。あれはゲネシスの外郭、一体いつの間に。こんなものに頼る趣味はないが、かの者のオーダーでもあるからな。さらっと気になること、さらに黒幕がいるってことかよ。本気モードってわけか。ならこちらもバンたちにカムシンとやり合うチャンス、逃す手はないからね。こっちもスイッチを入れやがったか。白金の牽制の枷、相手にとって不足はない。こいつもやるしかねえ。ここから先は一日秒も気を抜くな。どんな手を使っても乗り越えるぞ。ウーラ、警備主任と連携しつつかっこ撃破しましょう。今だ、フェリー。外角が影の点。契約はここまでかな。かすかに感じていた気配、あれが正体か。ふん、帝国か。まあね、加勢しようか。不要だ。思わぬ収穫もあったことだしな。カムシンは言わずもがな。牽制の費用にもそそられるが、キリンジを含めた裏解決や、お前たちもいい糧になりそうだ。せいぜい牙を研いでおけ、この俺のために。待ち上がれ。影による転移、追跡は不可能そうですね。クソが、あと一歩だったのに。にしても面倒な手合いに目をつけられちまったもんだな。かつてバーゼルで言った意味、すでに分かっているようだな。俺から言えることはない。いつか示してみせるがいい、お前自身の答えを。俺の考えはアブとは違う。特にお前が戦士に向いているかどうかの見解はな。何かに思い至られたのですね。ああ、考えてみりゃ状況証拠は揃ってる。毒を盛るのも脱税の証拠を捏造するのも内家の残党どもを抑えていたことも、いくらなんでもこの状況でこんなことをやらかすなんてありえねえ。そんな思い込みのせいで花から候補から外しちまっていたが、なんてことはねえ。それすら奴の思惑だったってわけだ。お前がそう至ったってことはどうやら間違いなさそうだな。なるほど、確かにあの方以外それらの条件は満たせなさそうですね。しかし弊社のメイン AI でも見通せない段取りと仕掛け、脱帽するばかりです本当に食わせ者だよね。もしかして今回の事件、その全てを裏から手引きしていやがった真犯人、それは沙織。あいつ以外ありえねえ。あの契約はその場限りで、そもそも相手も分かってなかったからね。 4SPG っていうのにも興味があるし、これも女神の巡り合わせじゃないかな。ああ、別に断ってくれてもいいよ。それならそれで勝手に手伝うだけだから。一応心得ておくよ。あらまあ、何やら楽しそうなことしてはるね。おひいさんも裏解決屋はんたちといろいろ楽しんどったみたいやね。探しもんを追いかけてきてみればこないおもろいことになっとるなんてな。ああ、あんさんらがおっとる外角やないよ。昼間も言うたけどちょいと面倒ごと押し付けられててな。へえ。アンさんも相変わらずその気にさせるのが上手やね。ええよ、使えるもんなら使うてみ。なんだ、何かが焼かれる音。音響、いや何らかの働きか。まさか正面から突破するつもりか。敵の姿がつかめ、上にも応援要請を。騒ぎが始まった。かかったみたいね。MK 社の最新ドローンだったが、まだ公式発表もされてねえ代物とはな。複数同時制御は神経使うけどな。次は兄さんたちの出番や。周辺の民間人にも気遣いつつ正面でしっかり騒いできたってや。ああ、任せときな。やれやれ。にしてもバンの野郎、いくら人手がいるからってこんな飲んだくれに頼む仕事じゃねえだろ。私も荒事は久しぶりだけど、ジャックだって嫌いじゃないでしょ。まあな、これも駆け引きだ。シード、あんたたちもしっかりね。ああ、行くぞお前ら。おう。これならある程度は戦力を引きつけられるやろ。リゼット、そっちの準備はええな。ええ、作戦ポイントに到着しました。ありがとうミラベル。あとは任せてもらうぜ。ほな始めようか。オープンセット。ようこそバンさんたち。あなた方だと思っていましたよ。アセン、アーロン、バンさんたちもとりあえず無事みたいですね。久しぶりだね、博覧竜殿。いや、バイトの依頼主と呼ぶべきかな。ことのデスゲームでは争ったけど、こうしてまともに話すんは初めてやね。いやー、白金の牽制のみならず MK や執行者まで味方につけるとはね。これぞ裏解決屋の人脈のなせる技ですか。おかげで多方面に作らなくていい借りを作っちまったが、なんせ相手が相手だったからな。最大級の褒め言葉です。結果たどり着かれてしまったとはいえ、いろいろと小細工を労した甲斐がありましたね。ざれ事はその辺にしろや。単刀直入に行くぜ、ザオ。マジであんたなのか、おじさん。ファンのおっさんをはめ、キエンじいさんに毒を持ったの。どうやら自らそこに至ったようですね。その通り、すべて私が仕組んだことです。認めましたか。てめえ、自分が一体何をしたのか分かってんのか。ルーキ始まって以来の危機、昨日今日だけでも街がどれだけ混乱したか。もちろん織り込み済みですよ。ですが全てはヘイユエにとって必要なことなのです。必要。パパを陥れてイエイエに毒を飲ませたことが。あなたは確かに目的のためなら多少の犠牲や異常な手段も辞さない人よ。それでもザオ、私が昔からよく知るザオリーはパパやイエイエ、ルーケに対してここまでひどいことをする人じゃないはずよ。アシェンさん、アシェンほど付き合いは深くねえが、俺もほぼほぼ同意だ。そんなあんたのことだ、きっと相応の筋はあるに違いねえ。ヘイユエのために必要。百歩譲ってその言葉だけは信じてやる。だがそれがどんな理由であれ、俺は絶対にてめえを許さねえ。覚悟しな、ザオリー。いい短歌だ。いいでしょう。問答は一旦ここまでです。懐柔されたルーケの教師どもか。予想はしていましたが、さすがの音響術ですね。コートで戦った教師たちよりは数段上かな。では一つ頼みましょうか。あら、月下の日を見せてくれはるん。その余裕ずらぶちのめしてやら。白金の牽制に黄金蝶相手では、教師でもさすがに分が悪いですか。悪くはなかったけど少し物足りないかな。ともあれ、これであんた一人だな。こんなもんじゃ落とし前にならねえが、ここらで観念してもらおうか。やれやれ、仕方ありませんね。とりあえずこの辺りで一つだけ誤解を解いておきましょうか。実は今回の反乱は全て義援老との取り決め通りでした。は？いえいえ、そいつは。全ての始まりは昨年末、ライケとアルマータの癒着が発覚した時です。かの家はすぐ長老会から除名されましたが、その事実はヘイユエにとってあまりに不利益でした。何せ曲がりなりにも自責たる家が最悪の芸道たちとつながっていたのですから。アルマータの揺れ戻しが未だ続き、混沌を極めている裏社会、かような疑念を残したままでヘイユエが変わらぬ威厳を保つことができるでしょうか。ま、少しばかり厳しくなるかもな。ヘイユエをヘイユエたらしめる絶対的な掟、なんせそいつを自ら破っていたわけだ。その疑念は次なる反乱、さらには第2第3のアルマータにつながりかねない。ならば完全に疑念を払拭した上で絶対的な立場を示す必要があったわけですね。おっしゃる通り、つまりは膿を出す必要があったのですよ。大きくなりすぎたヘイユエという組織の目の届かない場所にできた腫瘍、あえてライケ残党たちの反乱を煽り、さらにはルーケ最大の危機を演出することでね。ですがまさかそのためにヘイユは自分で毒を飲んだっていうの。ファンターレンには納得いただけなさそうだったので自己承認になってしまいましたが、すでに状況を説明納得していただいた上で釈放の準備が進められています。毒に関しても都合のいいものが手に入りましてね、こちらで手配させていただきました。義援郎も先ほど無事回復されたとのこと。アシェン様もどうかご安心を。そうだったんだ。んだよそりゃ。そうは言うてもそんな都合のええ調整をされた毒、一体どこから仕入れはったんやろか。それはともあれ、ルーケを出し抜こうと動いていた竹の不穏分子らについても昼間の時点であらかたあぶり出し、釘を刺しておくこともできました。ことここに至り、改めてヘイユエは不動の立場を確たるものにするでしょう。共和国の裏を牛耳る最大のシンジケートとして裏社会に再び名を轟かせる形で。それがザーとイエイエの目的。裏切りと暴力、あの大君騒ぎの時ともつながる。これがヘイユエのやり方ってことかよ。限度ってもんがあんだろ。今は納得できずとも理解さえしていただければ結構です。そういうわけで皆さんには本当にご迷惑をおかけしました。アロニー、私たちをここまで振り回して。でもゾウ、あなたが裏切ったわけじゃないと知れただけで。いかにも一件落着ってところで悪いんだが、ザオ、とっとと本題に入っちゃどうだ。何本題。全てはルーケとヘイユエのために仕組んだこと。いかにもそんな風に聞こえたが、ヘイユエの膿を出すっつう目的なら昼間の時点ですでに達成していたはずだよな。ちょっと不自然だよね。確かに、それだけだとしたらそもそもこのビルに立てこもる必要は。ですがこの状況を整えること自体がサオ様の真の目的だとすれば、それは虚にして実、実にして虚ってわけかよ。さあ、てめえは一体ここで何をしようとしてやがる。痛いとこ疲れたみたいやね。ヘイユエのためという言葉に偽りはないのですが、皆さんのおっしゃる通りこの場を利用させてもらったのは確かです。私の真の目的、それは時代の兵ゆえを盤石にすべく新たな家を起こすことにあるのです。結果最強の剣士、ここで来やがったか。新たな家だと。いえ、つまりは新しい長老家を立ち上げようというわけですか。うん、ようやく話が見えたかな。それにしてももったいぶりはったね。何しろ私の中で長年密かに温め続けていた一手でしたから、それが今回ようやく日の目を見られそうだったので、満を持して打たせていただくことにしました。それにしても待ちわびたぞ。で、見届け人が来るまでこいつらの相手をすればいいのか。李家新当主よ。そう来るかな。ようやく合点がいったぜ。はるかいにしえから絶対的な力でもって兵勇を束ねてきた長老家。時代によって数は変動したらしいが、一角が欠けることなんざ本来ありえねえ。だが来家の没落によって都合よく席が空いたからな。そこに収まることで積年の野望を叶えたってわけだ。いい読みです。野望についても否定はしません。まさかあんたが自らみこしに上がるとは思わなかったが、その男ガウランを筆頭に構成員も一通り揃ったってわけか。来家の残党とルー家の反乱分子、その両方を取り込んだわけですね。ええ、クロスベルデの足場もありますし、他の長老家も認めざるを得ないでしょう。ともあれ皆さんには我が李家の立ち上げをことほいでいただくとしましょう。とっておきのゲストとともにね。そこで会食堂で見た影の異能。はっ、やっぱり潜んでやがったか。いい反応だね。外野の方は任せてください、アーロンさん。ああ、助かるぜ。外野扱いか。ま、いいけどね。契約分は頼みましたよ、ヨルダさん。了解。これでも仕事はきっちりこなす主義だから。女の子？その顔は。こっちも当たりやったみたいやね。あの人が行方をくらます直前に庭から連れ出した特級の意味語で、ダンさんは今どこにおる？はっ、ええ、そいつは。答える義理ある？雇い主でもないあなたに。スプリガン、イクスが世話になったんだっけ。一応お返ししとこうかな。やっぱりあの小僧の関係者か。痛い目見んと話を聞いてくれへんみたいやね。ともあれ役者は出揃いました。ですが、白金の牽制に黄金蝶が相手では、こちらの戦力不足は否めません。ゲネシス外郭のかけら、やはりあんたが持っていたか。先ほども目の当たりにした身体強化、今度は3名ですか。では、失礼します。イクスが言ってた今日か。へえ、なかなか上がるじゃん。強者たちを前にこの部を試したい気持ちもわかりますが、今宵は会わせてもらいますよ、ガウラン。もちろんだ。あんたとの連携もそれはそれで興味深いからな。また厄介そうな。各種背景は気になりますが、なんとか無力化します。月下の達人たちに影使い、楽しませてもらえそうだ。アーロン、今度は本気で行きますよ。どこまでも舐めやがって、徹底的にぶちのめしてやら。どこまで粘りやがんだ。まだやる気かよ。俺は望むところだな。十分契約は果たしたかな。この戦力を相手にここまでやれれば十分でしょう。ちょうど見届け人もいらっしゃったようですしね。ファンターレン、釈放されたのですね。義援じいさんはもう動けるのかよ。うん、すでに毒は完全に抜けた。まだ少し足元はおぼつかぬがな。今回の件についてはいろいろと言いたいこともありますが、アーロン、バン君たちもご苦労だった。そしてザオ、まさか君が。この度はご迷惑をおかけしました。せめて義援郎のオーダーだけは過不足なく片付けさせていただきましたが。それについてはさすがの手際であった。しかしまさか本当に家を再興してしまうとはな。ええ、いつかこういう日が来るかもしれないとは思っていましたが。二人ともザオを止めてくれるんじゃないの。諦めよ。事態はもはやかような段階にはない。こやつを手放すのは確かに惜しいがな。残念だが、ここでザオを引き止めれば兵ゆえはさらに混乱することになるだろう。そんな。脱税の件も不起訴になったとはいえ、ルー家の内紛による騒動には違いない。このままザオが戻ってきたとしても、その信頼が回復することはないだろうからね。ならば兵ゆえにとって何が最善か。それは自明の利。むしろ博覧流には感謝せねばなるまい。何を言って。なるほどな。没落した雷家をも取り込みつつ、海も全て出し切った状態で、その上で新たな家が誕生するとなりゃ、さぞかし話題性は十分だ。さらにそれを率いているのが名高き博覧流となればなおさらですね。ああ、もちろんルー家の弱体化が免れないだろうが、兵ゆえ全体で見ればこの話に乗らない手は存在しないだろう。でもそんな。今のお言葉をもって承諾の返事と解釈させていただきましょう。主席たるルー家に認められれば、こたびの再興も弾みがつくというものです。では今宵はここまで。他の長老家へのお披露目はまた後日とします。影による転移か。やろう、まだ話だ。わきまえろ小僧。すでにこの場は決した。そしてこれより先は兵ゆえの領域、部外者ごときの出る幕ではない。もちろんあなたさえ良ければ我ら李家はいつでも歓迎しますよ。その前にいい加減道を定めてもらう必要はありますが。ここは下がるしかねえな。そう、待って。それでも私は。アシェン様、では最後に一つだけ。14年の間、ルー家にアシェンお嬢様に仕えたツァオリーは、今日この日をもって幻と相なりました。お嬢様も早く夢から納めになりますよ。バンさんにはこちらを、李家の立ち上げに付き合っていただいたささやかなお礼です。イクスが欲しがりそうだけど、まあ別にいっか。悪趣味な舞台に付き合わされた報酬としちゃ安いが、まあいい。うちの助手と依頼人をたばかった落とし前、いずれつけさせてもらうぜ。肝に銘じておきましょう。アシェンさん、これがてめえのけじめのつけ方っていうのかよ。じゃねえぞ、沙織。見て、ジャック。片付いたか。アーロン、お疲れさん。おっしゃ、ドローン部隊撤退や。カシムにも報告せんと。で、とっくに把握しとるか。外郭のかけら、それ自体に役目はなくとも、あらゆる事象を進化させられるようだな。全てのピースが揃えばと言っても私の研究範疇ではないが、いずれにせよメイン AI の当該地域の危機度判定は収束しました。トワイニング SC、 R と SC に加えて君まで派遣した甲斐があったというものだ。自分の方は一助に過ぎません。思わぬ助力もあったようですが、あくまで解決事務所の手際かと。しかしまだ続きがあるようですね。ああ、おそらくはそちらの事件収束と完全に同時刻、レッドゾーンエリアがとある座標に更新され、本案件の2段階上の評価トリプル S 判定に格上げされる形でなる。その場所は仕込みは十分だな。首都の方でもいよいよ動き出したみてえだが、こっちもそろそろ仕上げといくか。言われた通り仕事はこなしたよ。で、そっちの準備は？はあ、おじさんはこう見えて働き者だから心配は無用だぜ。まお前さんたち二人は先に現地で英気を養っておきな。そうする。さすがにちょっと疲れたし。さて、一息ついたら楽しいボーナスステージの始まりだ。誰も彼も満喫しようぜ。スリルと興奮に満ちたバカンスをな。とある人形の物語。あなたたち誰？箱から出てきたのは人形の女の子でした。名前はラピス。誇り高きローゼンベルク人形。ラピスはちゃんとした自我を持った感情豊かなお人形です。けれど記憶が欠けていて、自分の生い立ちや使命も覚えていません。失ったのなら取り返せばいい。さあ、一緒に来る気はないか。我々の利害は一致するはずだ。仮面の人に誘われ、ラピスは一緒に旅に出ることにしました。元殺し屋の少年と少女も一緒に、とても楽しい旅でした。その旅の果てに、ラピスはなくしていた記憶を取り戻しました。エルシオンシステム。神様のような力を持った機械知性が人間を模して形作った疑似管理人格。それが私。けれどエリュシオンは悪いやつに乗っ取られて、大陸中が大変なことになりました。ラピスは仲間たちと一生懸命戦って、ついにそいつをやっつけました。エリュシオンは削除する。いつか人類が再びエリュシオンを誕生させる時が来る。その時こそ正しい形で使われることを私は祈ってる。こうして使命を果たした人形の少女は、また仲間たちと一緒に楽しい旅に出ました。新しく訪れた国でラピスたちはいっぱい遊んで、いっぱい食べて、夢のような時間を過ごしました。そしてある日の朝。ラーちゃん、そろそろ起きてね。ラーちゃん、人形のお姫様は長い眠りにつきました。